ナヨロガンシズオ、ナヨロガンシズオ、ナヨロイワシズオ、1914年9月27日から1971年1月26日は、北海道名寄市出身、出生地は、北海道小樽市の元大相撲力士、本名は、岩壁シズオ。1914年9月27日に、家電の給と針を用いた、治療業を営む家に生まれる。 両親と同じ新旧市を目指すべく、1931年の春に上京して、東京、両国の東京新旧医学校へ進学し、1932年に新旧市の免許を取得して帰郷しようとしていたところ、体格の良い岸壁を見つけた立波から強引にスカウトされた。最初はせっかく新旧市の免許を取得したために断ったが、 弟子勧誘に対する執念に定評があった辰ツが、岸壁の父親へ向けて、手紙を書いて送ったところ、許可されたことで辰ツ部屋へ入門した。1932年5月場所において、初土俵を踏むと、部屋の1年後輩で、格段優勝を果たして、スピード出世で追いかけてくる、羽黒さんを、ライバル視していた。新入幕、1937年。 一月場所までは全てな鎧輪が先を越していたが、大関昇進争いでついに、羽黒山に先を越された。逆に言えば、何人もの部屋や、各界の先輩をごぼう抜きにしてきた、羽黒山には、三役昇進まで先を譲らなかったことになる。大横綱の双葉山よりも五年初土俵が遅く、各段優勝して、八九の勢いで番付を駆け上がった。 羽黒山よりも一年早いという微妙な立場が、名鎧輪を、稽古の虫に立て上げることになった。1938年1月場所は二日目に、男女の川に一周されたが、七日目には武蔵山を、得意の左四つから、右上手を引いて、軽々と釣り上げ運び出した。右肘を怪我して、以降も、二枚腰と評される、強靭な足腰を誇っていた武蔵山が釣り出されたのは、 現役中この一番のみである。1939年1月場所7日目、この場所4日目に、双葉山の連勝を69で止めた、安芸の海に対して、いつも以上に投手を剥き出しにして勝ち、あだを取っている。立浪部屋に、双葉山、羽黒山の横綱、大関が存在していたため、名寄岩は、関脇で10勝を挙げながら末置かれた不運もあったが、 1942年5月場所で11勝を挙げ、場所後に、寺四国、安芸の海が揃って横綱へ昇進したことで、大関が前田山ただ一人になることから、1943年1月場所で念願の大関昇進を果たした。新大関の場所こそ9勝6敗と勝ち越すが、その後は連続で負け越すなど不審で、 大関在位わずか3場所で1944年5月場所では関脇に陥落した。その関脇でも一度だけ負け越したが、1945年6月場所で3勝4敗。当時の日本は第二次世界大戦の真っただ中で混乱期に陥っていたことから番付面で幸いにも小結びに陥落することがなかった。1946年11月場所で大関復帰を果たすが、 糖尿病、胃潰瘍、腎臓疾患、関節炎、神経病などの様々な病気を患い、病気のデパートとの相性までつくほどで、9勝4敗と、勝ち越したものの前世紀の活躍は見られなくなった。1947年6月場所ではついに初の幕内全球となり、同年11月場所では11戦全敗で再び関分けへ、陥落した。 二回目の大関陥落後も様々な病気、怪我が減る気配は一向になく、幕内も前頭会にまで落ちていたが、名鎧りはは、懸命に土俵を務めていた。1950年5月場所では、西前頭14枚目の地位で土俵に上がり、九勝六敗の成績で二度目の関東賞を受賞し、涙の関東賞として映画にもなった。 1952年9月場所では、千代の山から金星を奪うなど、健在ぶりを発揮し、再び関東賞を受賞した。1954年5月場所選集落には、全力士の勘として日本相撲協会から特別表彰を受けた。同年、9月場所を最後に現役を引退したが、若い頃からのライバルだった、羽黒山より1年遅い引退となった。 最後の土俵となった1954年、9月場所戦集落には40歳と6日で、これは、ちょうど60年後の2014年9月場所7日目に、極天法に更新されるまで、戦後の最高礼幕打ち出場記録だった。現役引退後は、年寄り、春日山を襲名して、春日山部屋を再興。旧、春日山部屋閉鎖後に立並部屋預かりとなっていた、前頭。 大上光り広を育成し、自家弟子からは、白鳳山左官さんが重量昇進を果たした。その白鳳山が関取昇進を決めた1971年発場所先集落から二日後の1月26日に、肝臓岩で死去。名鎧川の死去から10年が経過した1981年、故郷の名鎧市に、名鎧川の銅像が建てられた。また、年に 長女の子が、片切りの嗜名で松が寝部屋に入門して、祖父、名鎧岩に続く、関取針を目指したが、幕下昇進を間近にしながら、網膜剥離で、ドクターストップとなり、2010年11月場所を、最後に現役を引退している。左を差し相手の左を引っ張り込んでから極め出すか、釣り出すかす、救い投げる一本調子の取り口で、相手の噛手が取れなければ、 相手の肉を掴んでまでも釣り上げる強引なものだった。また、立ち合いで相手力士にじらされると顔を真っ赤にして怒り出すほどの直情な人柄から怒り金時と呼ばれた。大関から二度の陥落を経験しているが、金星、三賞、関東賞を受賞した上に、関脇まで返り咲き、40歳まで現役で土俵に上がるなど劇的な土俵人生を送った。 この件から涙のカントショーとして舞台や映画になり戦後の日本を沸かせた。天真爛漫、純情で一途な性格で双葉山を修正敬愛してやまなかったという。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。